あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ってことで、前回もまたマダムテーラーに、なんか服が増えた。ん？いらっしゃ。ああ、あんたかい。オールバック教から聞いてるだわさ。いい感じなんだって。おお、なんか話が進んでいる。ん？それよりもあんたの持ってるそれ。それだよ、それ。どれ？レディーグッズじゃないか。ああ、レディーさん、レディーグラスやっけ？わからん。ってことはあんたあのでかいのを倒したのかい？実は魔女は。ああ、長くなるけど、私の話聞きたいかい？聞きたい。実は魔女は、レディーは私の姉さんなんだわさ。え？私たちの一族は生まれた時から不思議なおしゃれ力があってね。私の作る服に特別な力が宿るのもそのせいなんだわさ。でもレディーはその力に溺れてしまっただわさ。だから呪いなんてバカなことを。みんなの手前私も協力してるけど、あんなのでもレディーはやっぱり私の姉。レディーを倒そうとしてる討伐隊に手を貸すのは本当は気乗りしてないだわさ。きっとレディーがあんなことしたのにも何か理由があるんだわさ。わかった。だから私はレディーを救ってくれる勇者をずっと探してたんだわさ。ああ、そっちね。レディーグッズを手に入れたあんたんなら、あれを教えても良さそうだわさね。ってことは、いい区切りまで来たってことなんかな。その名も、レディーワンピ。この服を身につけ、姫の元へ行けば呪いが解けるはず。そうすればレディーを倒す必要はなくなるだわさ。そのためなら私もできる限りのサポートはするだわさ。レディーのこと、頼まれてくれるかい？わかったわかった。で、レディーワンピはいつ手に入るん？レディーワンピの材料は希少すぎて諦めてたんだわさ。でもあんたなら、レディーワンピが作れる日もそう遠くないかもしれないね。残りのレディーグッズもよろしく頼むだわさ。そうそう、カタログに服を追加しといてだわさ。どんな時もおしゃれ心を忘れるんじゃないよ。レディーグッズを揃えていったらレディーワンピができるということか。服を作るならオーダー、一覧を見るならカタログを選ぶだわさ。オーダー、今着ているのはコキリ族の衣装だね。どの服を作るだわさ。おお、なんか増えている。あとレディー襟巻きとレディーパラソルがいるわけだね。んーで、次に作れるのはどれ？これか。大爆弾の服。んーで、他は特にはない。ふんふん。とりあえずさっきのこの大爆弾の服。爆弾の性能がアップする。これを作る。ほい。ちょっと待ってな。とっておきのを作ってやるだわさ。また。騒がしい。エクセレントマダム。完璧な仕上がりだわさ。何ぼーっとしてんだい。さっさとフィッティングで着替えてくるだわさ。これで、もうリンクじゃない。忍者みたい。大爆弾の服。ほう。やんちゃはダメだぞ。うるせえやい。ってことで次。あっこで一区切りついたってことか。ってことはなんかまた、お？あゆな、お前が無事で何よりだ。だがお前がクリアしたエリアはまだ魔境のほんの一部に過ぎん。大事なのはおしゃれ。これからもおしゃれを怠らないようにな。大事なのはおしゃれなの？またすぐにでも魔境に向かってほしいところだが、カール・キング王がお前をお呼びだ。王から直々にお声がかかるとは。さすがだな、あゆな。失礼ないようにな。ほう。やっと話がちょっと進むのか。お、来た。お、なんかすごい。あれが姫か。おう。そなたがあゆなか。世はカール・キング、この奴隷総国の王である。そしてこれが世の娘、フリル姫じゃ。さあ、フリル。このような姿で、お失礼いたします。私がおうっかりお箱を開けてしまったせいで、読みにくい。多くの方々をお危険なお目に合わせてしまって。でもまたおいっぱいおしゃれしたいのです。こんな姿、もうお嫌ですの。おお、かわいそうな姫よ。どうにかして脱がせるものかといろいろ手を尽くしたがダメであった。お風呂も入ってないんかな。フリルがこのような姿になり、王国全体が暗いムードに包まれておる。
民はおしゃれを恐れ、町も活気を失ってしまった。でも子供たちは楽しそうやったよ。これこそこの国のクライシス。要は伝説のトーテム勇者が再び現れて、この国をきっと救ってくれると信じておる。動きがすごい滑らかよね。実はそのトーテム勇者のことなのだが、あの伝説には続きがあるのだ。トーテム勇者がさらなる試練を乗り越えしとき、永遠の平和とおしゃれが訪れるとな。ふんふん。要はそなたこそこの国を導くトーテム勇者と見込んでおる。ぜひとも魔境での試練に挑戦し、この国にとっての真の英雄となってほしい。任せてください。おお、なんとも頼もしい。その心よい返事、すでに英雄の風格が漂っておるわ。もちろんそれ相応の褒美は用意しておるので安心せよ。おう、さらなる試練は各エリアのボスを倒すことで初めて受ける資格が与えられるのだ。各エリアのボスがあれやったわけやね。一つ目は、ではこれからこの件を特別任務と呼ぶことにする。ボスを倒したエリアの特別任務を受けられるようになりました。ふんふん、お申し訳ありません。これ以上はもうご検討を。おかげながら応援しております。おかげながら、なんか意味が変わってくるよ。おお、かわいそうな姫よ。姫を救ってくれた者には唯一無二の褒美を授ける。そなたにその褒美を渡す日がそう遠くないことを願っておるぞ。ふんふん、姫様は閉じこもったのかい。おたえつ姿がこのようにお恥ずかしいものとは。おお、かわいそうな姫よ。うるさいよ、ちょっと。ミュージカルか。なぜ魔女はこんなひどいことを。あゆなよ、一刻も早く魔女を倒してくれ。頑張ります。ってことで、なんか特別任務とかいうのが、お、あゆな、いちいち男の人たちみんなうるさいな。特別任務のこと王から聞いている。お前ならきっと乗り越えられるだろう。これからはさらに危険な戦いとなる。おしゃれを忘れずにな。ふんふん、また同じとこから出発したらいいんかな。新しいエリアがオープンしました。新しいエリア、マネビトを連れて出発するか。ほい、ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトリオサリトヒオ、イーナンアゴマサリトヒオ、キエーイ。一瞬後ろから見たら誰かと思ったよ。私か。さあ行くぜ。ヘイヘイ、ほいほい。トーテムじゃない、トーテムじゃない。ヘイ。お、なんか雲が微妙に。新しいエリアでの任務が可能になった。雲がちょっと晴れたぜ。森林エリアの特別任務を受けられるようになったぞ。ふんふん。特別任務ってどうやって受けるの。森林エリアを選んで、え、いけんくね。どこ、特別エリアって。え、なくね。ないよね。とりあえず次の水源エリアに進もうか。はい、湖の隠し砦。お、アイテムはウォーターロッドで大爆弾の服です。湖の隠し砦で1。またあれやね、ちゃんと次、なんだっけ、特別任務どこで受けれるようになるんか見とかんといかん。ルピーだ、ルピーだ。これで上にウォーターロッドが置いてある。ウォーターロッドを手に入れた。 Y で水柱を作れるぞ。水柱、ほー、わー、ほんとや、すげえ。これで上に上がれるんや。上に上がれるんやって一人で進んできてしまったけど。え、ってことはなんかトーテムがあんまり関係なくなってくる感じか。いや、まあ関係はあるんやろうけど。でも今までに比べたらね、一人でこうやっていろんなとこ行けれるようになったわけやけん、すごいやりやすい。ちょっとある程度まで一人で進めて、ね、ある程度まで一人で進めといて、こう。
ほう。へいへい。ね。んー、でもこれ超上まで行っちゃうんだけど私。でもとりあえずみんなね、ウォーターロッダー持っとかないと。持っとかないとだから。これで。すごい上まで進んできちゃったけど、いいのこれ。多分良くないよね。部費。部費部費部費。ヘイ、ストップ。これ多分ここで、ここで、ちょっとやめてよね。何してくれちゃってんの。よいしょ。これでさ、多分3人同時に押さないとダメなんだと思うの。押さないとダメなんだと思うんだけど。ヘイ。これで、あ、そっか、この子はもうだって一人で上まで行けるんやもんね。これで違う違う、このあ、でこの子がこうペイッとして、この子がポイッと、でこの子もゲット。お、これでいけるぜ。でこれでいけるぜはいいんやけど、これでトーテムからの、あ、投げた、投げちゃった。でこういうことだ。あれ間違ったぜ。あれ、あ、できたできた。ここ上がってって、で多分これでこう登るじゃん。登ってでここ押すでしょ。あ、やべえ、でこの子がこう押し、で橋が出来上がって、よいしょ、トーテムトーテムんで渡っていくわけだ。よーし、これで OK。 湖の隠しトレで2んで次は次は次は、お、泳ぐのか、あれかな、ゾーラとか出てくるんかな。あれ、これは、あ、そっかそっかそっか、こういうところでも、ん、使えないね、怖いから。あれ、ちょっと待って、あのさ、あれ、あ、こうか、ちょっと掴んだぜ私、ちょっと掴んだ。あの水の中では使えんけど、水の手前からなら水の中にも水柱を作ることができる。オッケー、はい、でここでポイって降りるじゃん。あ、ごめんね、上に巻き上げちゃった、ごめんね、混乱したね、混乱したよね。でアイテムで、ここ一人で上がって、よいしょ、んーでこれは水柱を作りながら進んでいくってことかな、要は。こういうこと？
こういうことだよね。でも多分ね、合ってると思うんだね。多分合ってんだよ。こう巻き上げて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 の、へい、んで OK ってことでしょ。これで上がって、で、またここ渡っていくわけだ。水で。おし、いけた。何ここは。あ、そういうことね。オッケーオッケー。で、なんかさ、スイッチあんだけど。スイッチがあるから、これみんなで踏まないといけないやつだね。一人はここ踏むでしょ。踏んで、で、あ、ちげえ。ダメダメ。ここでやっちゃダメなんだよね。もうちょっとこっちか。もうちょっと。あ、違う。違う、そこじゃダメなんだよ。あ、でもとりあえずちょっとハートを手に入れたかったんだが。この辺でこの辺じゃダメだ。こっちだ。こっちで巻き上げてからの。へい、これで。で、いける。にゃー、ごめんね、ごめんね。これで渡って、へー、みんな行くぜ。ん、みんな行くぜ。あ、そうそう、これで巻き上げて進んでいけば OK な。いやー、で、あれが行ったら、はい、出発。これで。お、行けた。あー、よかった。え、ごめん、落とした。ごめん、落とした。前回のボスの時も言ったような気がするけど、ただひたすら私の手際が悪いんだ。ほら、行けた。あー、よかった。ここでさ、落としたのがダメだったんだよね。バカだもん。この子は敵ではないってことなんかな。なんかその辺がよくわかんなくってね。でもとりあえずなんか、いっぱいハートを落としてくれるの。よし、これで。湖の隠し砦で3。ハート。これで満タン。満タンいったぜ。で、こっから、の巻き上げで、こう。うえ、やめてくれよ。ちょっと一回ポイってやっといて。ちょっと、やめなさい。まったくもう。んで、次ここにハートちょっと、私に向かってくるからそういうことになるんだ。お、またあいつらいるじゃん。あの、なんか動きが気持ち悪いやつら。ね。ねねね。怖い。待って、鳥肌立った。待って、鳥肌立ったよ。待って、無理。渡ってからの、こう。
ほい、いけた。で、なにこれ、爆弾、待って、消えちゃった。あ、復活する、復活する。あ、よかった。あ、これで色が変わったね。これで色が変わって、あ、危ない。またやり直しかと思ったよ、ビビる。これでオッケー？なんかいるよ。なんかカラスみたいなの。で、あれか、ここも、ここもあの、水の柱で渡っていく感じ。ちょい待ってよ。みんなこっちに打ち上げられるんだね。待って、ちょっと待って、さっきあの1匹やっつけたと思ったら今度はこの2、この2人で行くの、きついわ。とりあえずたどり着いたよ。とりあえずたどり着いて、え、これは、え、これは、あ、そういうことか。え、そういうこと？そういうことじゃなくね？もしかしてここ爆弾いる？マジか、爆弾いる系か。ちょ、とりあえずこいつやっつけて。で、爆弾も、あ、間違えた。爆弾持ってからの、あれ？あれ？できんくね？え、できんよね。え、どうしたらいいのこれ。なんかものすごく積んだんだけど、どうしたらいいのこれ。Y で投げちゃうんだけど。Y で、あれ？うん、投げちゃう。あれってことは、どうやるんだ？危険。いや、危険じゃなくてさ。あれ？何もできんくね？ちょい待ってね。とりあえず、あの、とりあえずトーテムするじゃん。トーテムして、で、トーテムして、あの、ここまで行ってからの、これ、あれ？どうやればいいんだ？え、とてつもなくピンチなんだけど。渡るじゃん、これで。私が渡って、渡ってからの、この子が爆弾を、はい、出して、そっからの、はい、うん、ダメだ。確率にダメだから。青の子、青の子に爆弾を渡してからの、はい、全然届かねえ。爆弾をあっちに渡すには一体どうすればいいんだ。これ渡って、で、で、緑の子が、進んで、進んで、この子がギリギリのところにいて、からの、この子に爆弾を渡しての、でもまだ大丈夫、いけるいける。待って待って待って。これはダメだわ。でもまだ大丈夫、いけるいける。ダメだ。あー、マジか。
頑張ろう頑張ろう。でとりあえずさ、一人は向こうに渡しとくじゃん。やべえ、ちょっと、おいカラス、カラス、こっちこっち、へい。んで、はい。でこう言ってる間にこっちがこうで、こっにゃん、写真とか撮ってる場合じゃねえから、こっちがこの辺まで移動してる時にこれをこう投げて、で青が、うーん、これってさ一人プレイクソ難しくない？確率にやばいよね。こう行って、はい、こう行ってからの爆弾ポイして、はい、爆弾ポイして、はいはい、いけた、やった、やばい、テンション上がる、テンション上がる。でここであとトーテムして水流で渡っていけば OK、 いけた。であとここねからの、ここ。ヘイ、トーテム。ふぅ。やっとだよ。やばくね。いけたー。超苦戦したよ、ここ。湖の隠し砦で4。4。そりゃちょっと声もでかくなるさ。さて。ちょい待ってね。あっこでしょ？あ、ちょっと一人ずつ行こっか。ちょっと危険そうだから、あっこのちょいハートがね欲しいんだ私。プラマイ、プラマイゼロなんすけど、やべえ。え、あるよねきっと、これで。へい、ハート。で、あとは、あっこに壺あるよ。あっこにも壺あるよ。ほらほら。はい。ちょっとでもさ、回復しといた方が絶対いいからね。確実にいいからね。ほらほらほら。で、あとは？よし。いったぜ。全回復した。全回復してからの、はい。はい、怖い。待って。待って、あり、そんなの。そういうのありですか？ちょ、怖いんだけど。あのさ、この爆弾を、へい。ダメじゃん、消えたじゃん。多分さ、こいつが使ってくるこの爆弾を、この爆弾を使って攻撃したらいいんだと思うんだけど、なんかこうさ、なんだっけ、ドッジボールみたいにさ、パシッて、パシッてキャッチしたいんやけど、とか言いながら私、ドッジボールでキャッチできたことなんかさ、多分人生で1回ぐらいしかないんだ。こいつさ、やっつけれるんじゃない？ね、普通に。で、ちょっと離れたとこから攻撃させてからの、へい。お、いい感じじゃん。あー、もうちょっとだったな。くそー。へい、あれでもう一匹。あー、くそ。ちょっと惜しかったね。へい。足場増えたよ。これであっこのボタさんやっつけた。ちょっと惜しいよ。あれ、こいつやっつけれないじゃん。トーテムがいるってことだ。マジで。ダメージ受けたし。あ、ダメだここ。
おお、危ねえ。あの、あっこの豚さんもやっつけたいから、ちょっと爆弾。ちょっち爆弾。ああ、ダメだ。全然ダメだ。方向がダメだ。へいへい。で、あっこの豚に。ああ、ダメだ。届かない。でも多分こういうことでしょ。違う？そりゃさ、自分であっちに乗り込んでいってさ、やっつけてもいいんだけどさ。ああ！やべえ。やべえぜ。お、こういうことか。こういうことか。道ができてきたじゃないか。ほらほら。ブッダさーん。で、あっち側の敵もやっつけて、ブヒ、ブヒ、ブヒ。え？で？え？で？あれもやっつけんといかんのやろ？ねえ。ブク。ブヒ、ブヒ、ブヒ。お、いけたー。やばいやばいやばい、助けて助けて。よし、これで。これで、いけねー。ちょっと待って。これで、OK。んで、こっちも。で、間にこれをやって。で、OK でしょ。あれ？おし、いけたー。ギリギリだ。はーい、ってことで今回もクリアした。宝箱。ほい。淡水わかめを手に入れた。淡水わかめ？これも材料？服の。あー、なんか一個だけ違うやつが欲しいな、やっぱり。湖の隠し砦でクリア。いやー、ここきつかった。結構きつかった。やばい。なんとかクリアだ。はい。ってことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今回めっちゃギリギリだった。妖精全部使ったわ。ちょっと本気出します。